名曲大義語クイズ早押し編。楽しいやつ。古川です。ママです。ゆうです。エディです。最強クイズ集団カペリティオチャンネルです。よろしくお願いします。さあ、ということで前回の動画でもやりました、はい、日本の名曲のタイトルの大義語になるワードから元の曲を当てていただくというクイズでございます。前回の動画ねまだ見てないという方はぜひ、ご覧になってください。こっちから見てもね、楽しんでいただける内容とはなっております。はい、ということで、厳密には大義語と言えるかどうかわからないんですが、なんとなく対になっているようなタイトルの架空のタイトルを作ってきましたんで、元の曲のタイトルを当ててください。元の曲はカラオケランキング最新のトップ100に入っているか、100万枚以上売れた曲から作ってますので、皆さんもご存知の曲多いかもしれません。今回はですね、前回のタイムショックで出すにはやや難しい難易度の問題を早押しでじっくり解いていただこうと思います。正解プラス1ポイント、後藤は10秒間お休みとなります。まあ、前回はね、AT 優勝でしたので、はい、まあ、連覇というかね、シリーズ違いの優勝もかかってますので、頑張っていきましょう。それでは、早速やっていきましょう。それでは、参りましょう。第1問、こちら。発売後、しばらくさあ早いのは AT。フライングゲット。その通り。お見事。早かったね。購入に関するね、言葉なんてそんなないですからね、さすがにね。いや、でも、頭柔らかいですよね、うん、私、発売後だから、もう爆笑って、発売前、ちょっと待って、うん、みたいな。これ、全体の意味をとっての対応なので、ね、そこの転換がね、早かったの、素晴らしいです、ね。めちゃめちゃ早かったね、はい。新しいパターンにも対応、見事です。それでは、次の問題いきましょう。続いての問題は、こちら。出て行ったしらさあ行きます、ももさん。帰ってきた酔っ払い。その通り、お見事、正解です。これはね、あの直訳方式が言ってましたね。なるほどね、はい、これは往年の名曲といったところですけれども、さすが広い世代でも知ってますね。そうですね、これはお父さんが歌ってましたね。でもそうですよね、僕たちの父世代とかですよね、うん、ここのね、酔っ払いが全部カタカナなのもね、ちょっとこういうのヒントになってます。なるほど、うん、さあ、それでは参りましょう。続いての問題はこちら。普通の火星。モーさん。奇跡の星。そのとおり、お見事、正解でございます。地球と書いて星だね。地球か、その通り、よくわかりましたね。そうですね、桑田佳祐さんとミスチルの桜井さんが一緒に歌ってる、はい、ですよね、はい、うん、あれ好きだったのでわかりました、はい、ここのね、表記が結構難しかったと思うんですけども、あの地球と書いて星を読むがもうあの染みついてたので、私の人生において。はいはい、はい、そうなんですよね、本編だと、奇跡の地球って書いて奇跡の星と読ませるので、うんうん、なかなかひらめきづらいと思いましたが、すごい瞬殺でしたね。やったね、お見事でございます。それではいきましょう、続いての問題こちら。フォロワー50人。50人の反対って何ですか。逆数か。50分の1 50分の1人とかないか、ね、フォロワー50人。ホモさん。インフルエンサー。そうそう、来たぞー、これは来たぞー。その通りは素晴らしい。そうですね、1問目のことを思い出していまして、私は、はいはいはい、どうやってもこの5のまま逆にできないので、じゃあ意味からいこうと思って、フォロワー50人少なってなった時に、はいはい、インフルエンサーだってなりました。すげえわ、ね、もしも芸能人とかだとちょっと少ないなという人数に、ね、なりますけれども、インフルエンサーは莫大な、ね、人数抱えてますから、うん、これ乃木坂46のインフルエンサーでございます。それでは参りましょう、続いての問題こちら。僕さえいなければ。ももさん。君がいるだけで。その通り、素晴らしい。はいはい、来たぞ、見事です。米米クラブ、君がいるだけで正解でございました。早いですね。もう僕さえいなければを見て、君がいるだけでって読みましたね。すっと翻訳こんにゃくぐらい早いなんかドーピングしたかもしれない。もう見えた瞬間そう見えちゃってるんだもん、ね、文字がもうそう見え、そう見え。君がいるだけで書いてある。そう、名曲大義語ネイティブなんだよね、もう。ネイティブではネイティブ。日常生活に支障をきたしそうですけどね、その脳みそで。すごいな。さあ、ももさん絶好調、このままいけるか。参りましょう、続いての問題こちら。有名な句。ももさん。生抜き歌。素晴らしい。早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 い。すごい。ネイティブだ。これはネイティブ。はい、これはどういう歌か分かりますか。ミスターチルドレンさんのちょっとぐらいの汚れ物ならば残さず全部食べる歌です、これは。はい、その通り、はい、なるほどね、ネイティブだな。いや、分かるんだけど早いんだな、うん、怖い。
あれも読めてしまった。まだ問題あるだろ。まだありますので、よかった。続いての問題いきましょう。続いての問題はこちら。有事に際して、丸じゃん。丸だよ、丸がついてる。有事に際して丸。お、エディ、どんな時も。あ、正解。いやー、いいねー。何もない時もね。はい、そうどんな時もの逆って何かなと思ったんですけど、ね、確かに。これどんな時もじゃないですよね、まあ、なんか起こった時だけっていう。確かに。際してねえ、素敵さも感じる。ちょっと歌ってもらっていいですか、うん、有事に際して最悪なこれ。難しいね。歌ってくれるんだ、古川さん。あ、言うて、リクエストしたら歌ってくれます。リクエストしたらね。すればよかったな。あ、フラインゲットもね、リクエストすればよかった。フラインゲットだけ絶対言ってフォロワー50人はいけましたね。それでは、次の問題いきましょう。こちら。これはいらん。はいらんなんで、はいらんではないですかね。はい、これはいらん。これはいらん。んー、ひらがなだな、ひらがななんですよ。エビ、あれも欲しい、これも欲しい。歌いましたね。っていう歌いの歌じゃない。いけるいける。ザ・ブルーハーツ夢ね。あー、夢、そう、はい、夢か。歌い出しだけ完璧でしたね、これね。あれも欲しい、これも欲しい、これはいらん。いらんかったんだね、何だか。そういうことよ、そういうこと。選択してるんだ。まあ、そうそう、選択してるんですよね。これはいらんかったんですよ。まあ、いらんっていうのはいらないって意味ですね、普通にね。なるほど。イラクとかにならない。そういうことにはならないですね。まあ、要は、いるみたいなことが。そうだね。まあ、いるっていうのは、その存在するじゃなくて、そういうことですよね。はいはいはい。この曲は90年代前半にヒットした100万枚以上売れてる曲ですね。なんか俺は多分物心ついてない可能性がある。あ、行きましょう、モモさん。それが大事。その通り。わかる。はい、やった。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くことでおなじみですね、うん、はい、大自慢ブラザーズバンドさんのそれが大事、正解でございます。やったー。よくひらめきましたね。まあ、これからね、あれそれぐらいから引っ張り出して、うん、あ、大事だってなりました、はい、あとこれね、まあ、小学校2年生の時に小学6年生を送る会で歌った曲で、私の歌が有名です。世代ですね、うん。では嬉しい、めっちゃ問題ある、楽しい。それでは次の問題いきましょう。こちら、僕は演歌。さあ行きましょう、エディ。君はロックを聴かない。世界、お見事。はい、これ誰の曲かわかりますか。ね、うん、誰。お、でもすごい、そんな感じで来ましたね、ホモさん。はい、はい、正解でございます。比較的新しめなんですけど、エディわかるんだね、こういうの。まあまあ、なんかそんな感じのタイトルのがあったなー。あー、そういうおぼろげな記憶で、いや、すごい。あ、はい、これカラオケで歌うのにな。あ、はい、これはあいみょんの君はロックを聴かない、カラオケベスト100にね、入ってる曲ですね、うん。さあ、問題まだありますので、はい、いきましょう。続いての問題こちら。夢っち。なんでなんじゃこれ。これはね、結構知識を要する。あ、なるほど。おー、ももさん、楓。残念。あ、違うのか、楓じゃなかった、誰だっけ。どういうこと。説明して。違う、楓じゃなかったって。いや、楓の説明して。お、モモさん、いい感じですよ。楓っぽいこと言わないと。お、エディ、桜。残念。あ、でも、まあ、いいよ。ここ通り数えなくていいですからね。はい、リコ、椿。残念。違うの、そういうんじゃないのかな。そういうやつですよ。どういうこと。なんで楓になるの、あれが。モモさん、あ、間違えてた。モモさん、かなで。あ、正解です。ちょっと時間食っちゃった、ごめんなさい。はい、これスキマスイッチさん、かなでですね。はい、かなでですね。まあ、ゆめっちの逆といえばかなで。はい、そうですね。はい、どういうこと。これはどうやって解きました。3時のヒロインのゆめっちさんで、3時のヒロインはゆめっちさんとかなでさんと、あと福田真希さん、はい、なので、まあ、福田真希ではないかなとタイトルとしては。なるほど。かなでの方だなと。あ、人気女性トリオのね、3時のヒロインのメンバーということで、ゆめっちじゃないかなでが正解でございます。うん、その後藤のせいで我々植物の名前ずっと言ってた。恥ずかしいよ。恥ずかしいよ。
なんでかわかんないけど植物を言えば当たるぞ騙されて何の時間やったんやあれさあ問題まだありますのでいけいけいけ参りましょう。続いての問題はこちら、ムーンライトシルバー。これもちょっとね入り組んでますね。じゃあ行くしかねえ。行こう。サンヘビーゴールド。サンヘビーゴールドね。サンヘビー。行くしかねえから俺は。確かに。サンヘビーっていう単語はない。ムーンライトのライト、カルイのライトなんだ。ダークじゃないんだ。ダークにする。わかんない。ダークにしてもいいっすよ。ダークにするってこと？わかんない、わかんない。ダークしてもいい。いや、ラメだぜ。マモさん。イミテーションゴールド。ダークどこ行ったの？やるって言ったよ。ちゃんと。答えようとした結果、ね、つまんない間違いをしました。ダーク？ムーンライトじゃないってことでしょ。そうね、分かれてるところとしてはムーンライトとシルバーで区切れてる感じがありますね。シルバーだけなんてですね、もう半分やしかなくない。これ何答えるゲームでしょ。歌の歌詞でしたっけ。タイトル、歌のタイトル。だんだんバグってる、バグってる。歌詞答えてんの、あれも欲しい、これも欲しい。LE だけですか、それ。なんてことだ。そうなんですよ、ムーンライトの対義語になり得るものをちょっと引っ張ってこないといけない。これは一般人の友達に出したので正解してたんで、難しいクイズ知識はいらないですね。生活に密着した知識があるかどうかです。ムーンライトに関して、はい、これ知らない人は知らないと思います。知らなそう。シルバーから。そうですね。まあ、じゃあシルバーの逆が絡んでる曲を当てても、まあ、全然正解にはするんでね。そうですね。それは理由はと言いますか。なるほど。エリー、ゴールドビーカー入ってる。絶対に。ビーカーがいい。位置が違うのよ。数字もいけるだろ。位置が一緒だよね。それしか思いつかない。確かに。シルバー2、サーティースリーみたいな。あ、いきましょう、モモさん。マリーゴールド。その通り、お見事正解です。すごい。はい。はい、分かったぞ、はい、これムーンライト、はい、これはクッキーだ。お、正解でございます。これね、森永のクッキーのね、ムーンライト、はぁ、ね、ありますよね、あのね、青山のね、それと同じシリーズにマリーがね、マリーあります。あー、そっか。いやー、ゴールドからギだな、でもね。全然ゴールドからギるやつ。ゴールドで完璧にいけました。一番有名な曲でした。ということでね、あいみょんを取られた、ももさんがあいみょんを取り返した。やったー、あいみょんリベンジということで、ここで問題終了でございます。それでは得点です。わー、俺リベンジできたかな、これ。 AT3 点、桃さん8点、できた2個、0点で桃さんの優勝だ。箸にも棒にもかからん。いやー、もうこの形式がそもそも大好きなので、楽しんでやっていたらいつの間にか途中ネイティブになれました。ありがとうございます。すごかったね。0秒で答え出てたってありましたもんね。私たちが皆さんに勝てることって結構限られてるなと思うんですけども、そのうちの一つがなぜか昔からカラオケによく行って人の曲を聴いていたっていうところなので、これが行かせて本当に嬉しいです。前回のタイムショックぐらいの難易度だったらね、結構バシバシいけたんですけど、うん、やっぱこのぐらいになるとちょっとなかなかね、このスピードで、いや、とにかくモモさんが速かったんで、だいぶ負けちゃいましたね。そうですね、俺と ATR ちょっと惜しくも惜しかったね。負けてしまう。同じじゃないね、毎回ね、同列になってる。桃か桃以外か。1位以外がね、同価値みたいな。そうなんですよ。惜しくも負けてしまったんですけど、ちょっと惜しくもリベンジできなかったんで、これは面白いんですけど、我々ね、ちょっとね、芸能知識薄いんで、なんか別のね、タイトルとかでも。ね、できんじゃないですか。漫画でね、最初やりたかったんだけど、ホーミズさんが結構網羅しちゃってたので、曲がまだあったんだけどね。だから小説とかね、まあ、他のものでもできるので。なるほど、うん、まだまだリベンジの結果あるかもしれない。じゃあぜひね、面白かった方は高評価お願いして、高評価が集まり次第また第2回、考えていきたいと思います。さあ、そして今回ですね、メンバーシップ限定動画の方で、さら、うん、なる延長戦をやっていきたいと思いますので、まだまだ見足りないよって方はぜひメンバーシップ加入してお待ちください。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。